寛永2年冬、イラコ聖元の仕置き追放から11ヶ月。先生。ただの穴にあらず。奥義に関わる者とおぼつかまつりました。もし奪わんと欲すれば、まずは与えるべし。もし弱めんと欲すれば、まずは強めるべし。もし縮めんと欲すれば、まずは伸ばすべし。思考して、もし開かんと欲すれば、まずは蓋をすべし。藤木玄之介が小岩流大目録術許しを得たのはこの翌日のこと。